ギターの弾き語りで活躍されている宍戸健さんという方と、音楽のこといろいろ教えてもらいながら、オリジナル曲作ったりとかっていう活動をしています。で、次に歌う曲は、Call for Peace、平和を呼びかけようという曲なんですけども、宍戸健さんがウクライナの戦争始まってから、立ち上がりまして、このオリジナル曲を、みんなで歌って平和を呼びかけようっていう、プロジェクトを立ち上げてくれました。で、私も最初の、初期のメンバーに入って今も活動してるんですけども、今この曲を、30組ぐらいの方がカバーをして、で、YouTubeでアップしたりとか、こうやってライブで歌ったりして<笑>どんどんこう広めて、言ってくださっています。で、私の YouTube のチャンネル聞いていただければ、宍戸健さんのチャンネルもつながっているので、ぜひそちらの方も見て応援していただけると嬉しいです。ぜひカバーして自分も参加したいという方がいれば、連絡いただけとすごく嬉しいです。で、今歌うのは原曲のバージョンを私用にバラードバージョンにちょっとアレンジをしてくれて、そのギターの音源と、あと宍戸健さんコーラス入りの音源で歌いたいと思います。 昨日悲しい夢を見た。
曲なんですが、先日出来上がってアップしたばっかりの曲で、作曲が宍戸健さんで、作詞が、私で、タイトルがこの道を行くという曲です。この曲は、自分の信じた道をまっすぐ、突き進もうというメッセージを込めて作った曲になっています。でこの曲が健さんと私2人で作って仕上げようと思っていて、でもうほぼほぼ完成に近づいてきた時に、宍戸健さんの昔バンドをやってた頃からのちょっとお師匠さんみたいな方がいて、その方がちょっとこの曲を聴いてすごい気に入ってくださって、で自分も何か参加したいっていうふうに言ってくださって、ピアノとあとバスコーラスとか、いろいろこうちょっとアレンジをしてくださって、でそれで完成をしました。でその方佐々木さんっていうんですけども、お寺の住職さんやってまして、まあ、お声すごいいいんですね。なんでその方がバスコーラスやってくださってるんでかなりすごい、はい、重厚感のある仕上がりになってます。宍戸健さんもバンドやってた頃ってすごい人気があって、ファンクラブ200人ぐらいいるぐらいもうすごい人気があって、北海道の赤平市っていうところで活動されてたんですけど、もう 今でもファンの方がいて聞いてくださってるぐらいすごい人気のある方です。すごい方です。で、まあ、YouTube 始めてから宍戸健さんとも、お知り合いになって、まあ、電話とかこうリモートで、あーだのこーだのって言ってオリジナル曲作らせてもらってるんですけども、まあ、すごく皆さんやっぱり優しくしてくださって、音楽のこと全然私分からないんですけども、いろんなことを皆さんすごく教えてくださって、こう少しずつつながりもできて仲間が増えていってっていう形で、今毎日すごく楽しく音楽活動をさせていただいています。もう本当に皆さんのおかげだなと思っていて、ちょっと感謝の気持ちを込めて次の曲歌いたいと思います。最後の曲になります。この道を行く、聴いてください。Huh?
ありがとうございました。嫁さんでした。ありがとうございました。ステージが片付いたらまた締めてみてに入ります。よかったよ。ありがとうございます。またやってね。